アルバータ州の毛皮貿易業者、1890年代、ニジニノブゴロド州の毛皮貿易、1906年以前、毛皮貿易は、動物の毛皮を獲得し販売する、世界的な産業である。毛皮が段を取りやすい素材として衣類に使われたことで、16世紀のシベリアから産業として成長し、探検が進んだ北、アメリカで発展した。19世紀前半に、 動物の乱獲のために絶滅が危惧される種が増えたこと、また衣類に対する思考の変化のために、今日、産業としては衰退している。アメリカ大陸の植民地改善、ロシアは、西ヨーロッパやアジアの一部に向けた毛皮、生皮の主要な供給者だった。毛皮は、中世初期からまず、バルト海や国海を通じて発展した貿易の中で、ロシアの主要輸出品だった。 鉄道の発展とともに、ドイツのライプチヒのような都市を通じて、貿易を行った。当初ロシアでは、ノブゴロド共和国の商人が、ロシア北方や東方の民族と交易し、主として、天、ビーバー、狼、キツネ、リス及びのウサギの生皮を手に入れ、西欧へ輸出した。16世紀から18世紀にかけて、ロシア人はコサックを先頭に、 ケガワ動物の産地であり多くの動物種が豊富な地域であるシベリアを目指して、ウラル山脈を越え、帯川、エニセイ川、レナ川水系と大ガを伝って、太平洋や北極海にまで進出した。ロシア帝国はシベリア全域を管理し、北極キツネ、大ク猫、黒点、ラッコ及び、オコジョを手に入れた。さらに沈徴されるラッコや後には、北オットセイを求めて、 ロシア帝国は、千島列島、アリューシャン列島、北、アメリカ、特にアラスカに進出し、ロベイ会社を設立した。17世紀から19世紀後半にかけては、ロシアが世界最大の毛皮供給国だった。毛皮貿易は、シベリアの開発、ロシア領極東、さらにはアメリカ大陸の植民地化において、重要な役割を果たした。この頃には、黒点が、 ウラルのスベルドロフスク州、シッペリアのノボシビルスク州、チュメニ州及びイルクーツク州各州で地域の象徴となった。ヨーロッパ人が北、アメリカを発見し、その広大な森林と野生動物、特に豊富なビーバーの毛皮を手に入れたことで、17世紀には北、アメリカがヨーロッパでのジューモ毛フェルトや毛皮縁飾りや衣類のために使われる生皮の主要供給元になった。 毛皮は暖かい衣類を製造するための主要な産品であり、石炭が流通し、暖房が普及する以前は特に重要だった。ロシアでは毛皮では高級品として珍重され、国の潜売品であった。一時期、国の収入の1、3を毛皮が占めたこともあった。北アメリカの毛皮交易も参照北アメリカの毛皮貿易は新世界におけるヨーロッパ系アメリカ人と、 アメリカ合衆国の先住民族及びカナダのファーストネーションズとの間の接触の初期歴史の中心部分だった。1578年、ニューファンドランド島にはヨーロッパの漁船350隻がいた。水夫たちは先住民の着古した毛皮と金属製道具とを交換し始めた。ビーバーローブはビーバーの生皮を先住民が舐めし縫い合わされた毛布だった。 それらはフランス語でカストールグラ英語でコートビーバーと呼ばれ間もなくフェルト作りに特に有益だと新たに発展したフェルトボを製造産業に認められるようになった。歴史家の中にはカストールグラという言葉を説明しようとしてコートビーバーは長くつけていると人間の油分で富むようになりそれが帽子屋には魅力的だったと考える者がいた。これは油分が 羊毛のフェルト値を邪魔し、むしろ強化するのでありそうにないように思われる。1580年までにビーバーのウールはフランスのフェルト帽子屋にとって最初の主要材料になった。その後まもなくイングランドで帽子製造者が使うようになり、特にユグノーの避難民がフランスからその技能や好みを持ち込んでからは普及した。船長がヌーベルフランスで 毛皮貿易を支配しようとして、最初に組織的試みを行った。1599年、フランス王アンリ4世から独占権を取得し、サグネ川川口に植民地を作ろうとした。フランス人探検家たちは大陸を抜ける道を探りながら、アメリンディアンとの関係を確立し、ヨーロッパ人には普通と考えられるものと生皮川との交易を広げ続けた。 動物の冬の毛皮は暖かいと評判になり、特にビーバーフェルトボーに使われるビーバーの生皮はヨーロッパで高級品の象徴になった。これらビーバーフェルトボーに対する需要によってヨーロッパやヨーロッパロシアにおけるビーバーは乱獲のためにほとんど絶滅近くなっていた。年、アンリクリスチャン・センとアドリアン・ブロックはモホーク族やモヒカン族との毛皮交易関係を 確立するために遠征隊を起こした。1614年までにオランダ人は毛皮貿易から大きな経済報酬を確保するためにマンハッタンに船舶を派遣していた。ラディッソン及びグロセイウールは最初の大きくて無免許の毛皮取引を拒否されて苦い思いをし、1668年にイギリスを貿易に引き込んだ。 彼らは、イングランドのチャールズ2世の政府とマサチューセッツ湾、植民地ボストンの事業家を説得し、北のヌーベルフランスという最良の毛皮の国で作られる多額の金があると知らせた。ハドソン湾外社は毛皮貿易人の何人かを捕まえることから始めて、北、アメリカでは最初の商業会社になるとともに、世界で最大の貿易会社になった。一方、イギリス領南部植民地では、 チャールストンを積み出し港として鹿川貿易が確立された。アメリカ先住民の社会では大いに欲しがられたヨーロッパ製商品と生川を交換してくれるという噂が先住民下流度の間に広まった。布団、ナイフ、千枚投資、釣り針、様々な種類と色の衣類、毛織の毛布、リンネルのシャツ、夜間、宝石、ガラス玉、マスケット銃、弾薬が、 生皮一枚と取引される主要商品だった。南部植民地の交易基地では交換用に多くの種類のアルコールも紹介された。ヨーロッパの貿易業者が大陸に群がり集まり交換で莫大な利益を上げた。例えば金属製布団一個が一枚のビーバー生皮と交換された。同じ毛皮でイングランドでは数十の布団を買うことができ、毛皮貿易は ヨーロッパ諸国にとって莫大な利益あるものになった。鉄の不当は先住民がシンクして作っていた石符に置き換わり、先住民もこの交易から少なからぬ利益を得た。しばしば手皮貿易の政治的利点は経済面よりも重要になった。貿易は異なる文化の間で提携を固め、良い関係を維持する方法だった。社会的にも財政的にも、 地位のある男性としてケガー貿易業者は、通常若い独身男性として、北、アメリカに行って、結婚を外交的結びつきの手段として使ったので、ヨーロッパ人とファーストネーションズや、アメリカ先住民族との間の結婚と、隕石関係はよくある話になった。貿易業者はしばしば高い階級にあるインディアンの女性と結婚あるいは同性した。罠漁師や他の労働者は、 通常低い階級の女性と関係を持った。彼らの子供たちの多くが独特の文化を発展させ現在向きと呼ばれている。ヨーロッパ人とアメリカ先住民との根血した子孫は独自の言語と文化を発展させた。カナダでは少数民族集団として認められてきた。これらの集団は2段階の社会を形成した。毛皮貿易業者と州長の子孫は社会や 経済の集まりで結出した存在になった。低層の子孫は狩猟、罠猟及び農業に基づく別のメティ文化の大半を形成した。富の問題がかかったために異なるヨーロッパ系アメリカ政府は様々な先住民社会とのケガ貿,貿易支配をめぐって互いに争った。アメリカ先住民族は戦争の時にどちらを支援するか決める時に どちらが正直に最良の公益品を供給してくれるかで判断した。貿易は政治的に重要だったので悪用を避けることを期待して厳しく規制されることが多かった。恥知らずな貿易業者は取引の間に先住民にせっせとアルコールを飲ませることでごまかすことがあった。これは結果として不満を生みしばしば暴力事件になった。1834年。 太平洋毛皮会社を創設し、アメリカで最大の毛皮貿易会社としたジョン・ジェイコブ・アスターは、毛皮を得ていた動物全てが希少になったことを認識して引退した。ヨーロッパ人の開拓地が広がり、先住民社会を最良の両場から移させた。毛皮に対する需要は、ヨーロッパの流行が変わって低下していった。アメリカ先住民の生活様式は、貿易によって変えられた。 ヨーロッパ製品を得続けるために借金に頼り支払いが難しくなってしばしばヨーロッパ人開拓者に土地を売るようになった。土地を売ることを強制された時の不満は戦争につながった。アメリカ合衆国が独立した後は1790年7月22日に最初に成立したインディアン交際法によって先住アメリカ人との交易が規制された。 インディアン問題担当局は、インディアン準州内での公益に免許を発行した。1834年、アメリカ合衆国のミシシッピ側から西では大半に、これが適用された。そこではメキシコからのマウンテンマンや貿易業者が自由に活動していた。初期の探検隊はしばしば毛川貿易遠征隊であり、その多くは北アメリカの特定地域に、 ヨーロッパ人が初めて到達した記録となった。例えば、エイブラハムウッドは、アパラチア山脈南部を探検するケガー貿易体を派遣し、その過程でニューガワを発見した。サイモン・フレーザーは、フレーザー側の大半を探検したケガー貿易業者だった。経済史学者や人類学者は、初期北アメリカでのケガー貿易業者の重要な役割を、 研究したが、先住民族の経済対応を表現する理論的枠組みで理論の一致を見ていない。ジョン・ C ・フィリップスと J.W. スマーは、毛皮貿易とヨーロッパ列強の権力闘争と結びつけ、毛皮貿易は派遣の拡大と支配権の維持手段として役立ったと指摘している。個々人の経験は捨ておいて、その高度に政治的かつ経済的重要さを露呈した。 世界的な舞台における関係を求めた。EE リッチは、経済の視野を、貿易会社やそのコインの役割に焦点を当てる、レベルにして、彼らが大陸を開拓する国や、州の役割の代わりに、カナダの領土の大半を開拓したと指摘している。リッチの他の著作では、この分野を支配しているか、あるいは混乱させていると考えるようになる者も,もいる。 形式主義者と実在主義者の論争の革新に触れている。ハロルド・イニスのような歴史家たちは、特にカナダの歴史では、以前から形式主義者の立場をとり、新古典派経済学の原則が西洋の社会に影響したまさにそのように西洋とは違う社会にも影響したと考えている。しかし、1950年代以降、カール・ポラニーのような実在主義者はこの考え方に、 意義を唱え、伝統的な西洋市場の貿易に代わるもの、すなわち、贈与公益と管理公益として、原始社会が関わることができたと主張している。リッチは、ある影響力ある記事でこの議論を取り上げ、インディアンは、ヨーロッパ人の概念あるいは、ヨーロッパ人が接触してくることの基本価値の需要を、一貫して躊躇したとし、イギリスの経済ルールは、 インディアンの公益には適用されなかったと主張した。インディアンは経験豊富な公益者だったが、基本、エーブラハム・ロートスタインは、その後、これらの議論を明白に、ポラニーの理論的枠組みに当てはめ、管理された公益は、ワンでの捜査とロンドンでの市場貿易だったと主張した。アーサー・ j レイは2つの影響力ある著作で、毛皮貿易の経済的研究の方向を、 高級的に変え、イニストロートスタインの極論の間で修正された形式主義者の立場を示した。例は、この貿易の仕組みは、増与貿易とか、管理貿易とか、市場貿易とかにきっちりとラベル付けするのは不可能である。というのもこれらすべての形態要素を包含しているからであると説明した。インディアンは様々な動機で貿易に携わった。形式主義者や、 実在主義者がやったようにこれらを単純な経済、あるいは文化の二元論に落とし込むことは無益な単純化であり、それが説明できる以上に曖昧にしている。さらに例は、ハドソン湾会社に残される公益感情や帳簿、優れた質的分析に用い、この分野の方法論の限界を広げた。例の立場に従って、ブルース・エム・ホワイトは先住民族が それまでの文化様態に新しい経済関係を当てはめた複雑な方法をより微妙に描写することにも貢献した。リチャード・ホワイトは形式主義者と実在主義者の論争が古くさく飽きられたことを認めた上で実在主義者の立場を再活性化しようとした。安易な単純化に対して警告するという例の中央的な立場を取りながらホワイトは 形式主義に対する単純な議論を進めた。生活は事業ではなく、そのような単純化は過去を歪めることに過ぎないその代わりに、ホワイトはヨーロッパ人とインディアンがその文化的違いを適合させようとした中立地帯の部分を毛皮貿易が占めていたと主張した。毛皮貿易の場合に、 これはインディアンが毛皮貿易に吹き込んだ政治と文化の意味合いからフランスが学ぶことを強いられたことを意味している。支配ではなく協調が必要だった。1800年代初期までにいくつかの会社が北アメリカ中に一連の毛皮貿易基地や取を建設した。現在カナダには約8万人の罠漁師がおり、その約半分は先住民族である。 全体研究電気経済学的研究社会の歴史、先住民族社会の歴史、女性、メティス、ボイアジャーズ地域的歴史北アメリカ毛川貿易協議会の論文をおよそ5年に1回、開催される北アメリカ毛川貿易協議会の論文は、毛川貿易の本質的に異なる側面に関する、豊富な記事を提供するだけでなく、1965年以降、 歴史を図解で理解するものとしても捉えられている。それらを年代順に下記に示す。1978年に開催された第3回協議会は注目すべきである。2006年にセントルイスで開催された第9回協議会についてはまだ出版されていない。ありがとうございます。